言うと思ったぜ。もうヘトヘトで飛ぶのもやっとだけど、行こうぜ。だな。じゃあ小玉の子はお前たちに任せたぜ。火翼の集いはオイラたちに任せてくれ。え、無茶だって。こういう時に無茶しないで、いつ無茶するんだ。旅人、頼む、来てくれ。ありがとう、ジャスコ。せっ、燃えろ。そっ、私の番なので。少しは楽になったか。クイク、クイク。お姉ちゃん、私ね、パパとママがすごい問題児を養子にしちゃったって昔思ってたの。でもパパとママの力になりたくって、私の方が年齢的に妹だけど、お姉ちゃんを苦しめるアビスの力を早くどうにかしてあげようと思った生意気よね。私たちそっくりで、違いなんてあんまりないのに。分かったから、クイク、今は喋るな。競技場はすぐそこだ。おぶってく。アビスの侵食はもう浄化できた。ちゃんと休めばきっと治る。私っていつもお姉ちゃんにブレーキをかけちゃう。焦らないで、もっとゆっくりでいいって。だってお姉ちゃんが危険な目に遭うのも、トラブルに巻き込まれるのも嫌だったから。心配しすぎなんじゃないかってずっと思ってたわ。けど今考えると、お姉ちゃんのことをよく理解していなかった。アビスに侵食されても、お姉ちゃんが生きていられるのは奇跡なの。けどその副作用で、お姉ちゃんの心は永遠に静まることがない。家族になれたのもまた一つの奇跡よ。でも私の心配も同じく、お姉ちゃんの心を絶えずざわつかせてたわよね。違う、そんなことない。そんなわけあるはずないだろう。クイクがくれた愛情も、父さんと母さんがくれた愛情も、どれも分かってた。本心では仲良くしたかったんだ。すまない、まだ時間が必要なんだ。いい方法を見つけてみせる。だから、だからそんなこと言わないでくれ。謝る必要なんてないわ。だってお姉ちゃんは何にも悪くないもの。というより誰も悪くない。ただ偶然の巡り合わせで悪い結果が生まれただけ。私もう分かったの。だから今回は止めたりしないわ。お姉ちゃん、前へ走って、もっと速く、もっと高く、誰よりも強い
ククリュウみたいに、火翼の集いで最も勇ましい戦士になって、それこそが私の誇るお姉ちゃんの姿よ。クイク、クイク、クイク、アビスの力っぽいのが出てきて一瞬で消えたよな。まさかあれって、確か定期的にストレスを発散させないと暴走するってクイクが言ってたよな。でもあいつ自分でそれをコントロールしてたぞ。オイラたちがもっと早くついてればこんなことにはならなかったかも。手遅れになる前にアビスの侵食を浄化できてたら、そうすればきっとクイクも、あれ、なんだ、命は平等じゃない。彼女は幼い頃から数多の不幸を背負い、歩みを進めるたびに苦しんできた。もしかすると苦しみを受け入れてしまった方がよほど楽な選択だったかもしれない。それでも彼女は歩んだ。いくつもの苦しみからなる雲の上には一体何があるのかと疑問を抱きながら、その答えは何よりも輝かしい太陽かもしれないし、ただの暗闇かもしれない。だがそれを確かめるために彼女は羽ばたくことを選んだ。それこそが命の意義なのだ。我が生涯の苦難を墓碑に刻んだ。それを有していたことと、それを超越したことを記念するために。クイクを安全な場所まで送ろう。